いらっしゃいませ。競馬 V チャンネルへようこそ。楽しんでいってください。はい、始めました。競馬 V の競馬予想、今週の秋 G1 シリーズ第1戦、スプリンターズステークス。チリ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 。スプリンターズステークスですよ。秋の G1 やっと来ましたね。暑くて長い、夏競馬終わりまして、これから、G1、重賞続きが多いので、お金も、新聞見る時間もよう切りますということですんで、今んとこね、まあ確定ではないんですが、僕的にはいいかなと狙ってみたい馬がどうしてもいるんで、さっき紹介しとくかなと思ってます。とりあえずは1頭なんですけどね、それはこちらになります。どうぞ。今んとこね、1頭絡めようかなと、というか僕は軸にしようかなっていう馬は1頭今んとこいるんですけど、まあスプリンターステークスということなんで、このスプリント界のね、ナンバーワンになってもいいような馬ばっかりの中なんですけど、どうしても僕はもう G1 取ってほしいなと思っている馬は今のとこは、この馬ラブカンプですよ。ラブカンプずっとね、僕これ追い続けているんですけど、買い続けているんですけど、ラブカンプね、まあ正直変える要素としては筋量がまず軽い、53キロ、これはめちゃくちゃ僕今回重視できるなっていうのと、でコースはね、阪神走ったことはないんですけど、中山でこの馬じゃあ阪神か、すみません、阪神は走ったことあるんやけど中山がないんですよね。なんですけど坂はもう阪神でこう走ってきているんで、まあ形態的には似ているんで、まあ坂的にはもう筋量軽いし、まあ大丈夫だろうということで、僕はコースはあんまり中山でも走ってくれるんじゃないかなと。でなおかつ右回りなんで、その左回りやったらちょっと厳しいかなと思ったんですけど、右回り専門的なとこもあるんで、ラブカンプ間違いなさそうな、というかまあ来てもおかしくないなというのと、で千人仕様なんで、このままあ、みんな知ってると思うんですけど、1000メートルもいいんですけど、千人しかほんまに走られへんと、千人でしか自分の実力を発揮できない馬なんで、もう唯一ここで3歳で牝馬で、G1 取ったらもう御の字かなと。ずっとねこのデムーロ乗ったり和田騎手乗ったりしてたん でなおかつ僕は和田騎手ドラゴンさんの方が怖いと思うんでね、やっぱり気楽に乗れる分、やっぱ和田騎手もリラックスして乗った分、そのまま行った行ったで勝ち切ってしまうんじゃないかなと僕は思っているんですよね。で和田騎手が G1 取ったぞってこうねなって、表彰台というかあれにインタビュー受けてるのを想像しながら買おうかなと思ってるんですけど、ラブカンプ1200万の距離ならもう十分、あとはスタートさえ出遅れなければ、僕はこれもう2着まで残るような形は持ってくるんじゃないかなと思って、ラブカンプは、期待も込めて買おうかなと思っております。買える要素は全然あると思うんでね、いいと思いますよ。これが1004とかだったらちょっと微妙かなと思ってたんですけど、やっぱりこの 1200m 右回りなんで、あとは枠順次第っていうのと、ただ一つね気になることがあって、この馬に関してずっとこう3歳牝馬でずっとこの夏戦ってきてるんですよね。この暑い中戦ってきた中、いい成績残してるっていうのを、強いと取っているは取っているんですけど、逆にね使いすぎてたんかなと、で疲れを残っていないかなっていうのを僕はちょっと気にしてるんですけど、もうここの最近までこのね
9月の9の G2 までこれ走ってましたんで、ちょっと疲れ残ってた、厳しいかなっていうのがちょっと不安定要素ぐらいで、あとはもう大丈夫かなと思ってるんですけどね。まあほんまそれだけなんで、あと枠順でどうなるかっていうのでちょっと、考えようかなと思っております。ということですんで、今んとこ競馬 V が思っているいいかなと思うラブカンプ1頭ですね。まあ海外からもね、このラッキー何バブルズよう分からんけど来たりもするみたいですね。あともおるんかな、あとおらへんのかな、この1頭だけか。なんでまあ結構ねおもろい馬も多いんですよね。こう復活あるか、レッドファルクスね、レッツゴードンキもくせもんですよね。でワンスインナブーも一緒の客室な質なんですよね、ラブカンプと逃げる馬なん で、 でラインスピリットもちょっと怖いし、ムーンルメールのムーンクエイクも怖いしね。やっぱ王者こうファインニードルもいるし、昼のデイバラも忘れた頃にやってくると、ネナックビーナスも安定した着順で、ティーハーフも一撃必殺あるで、ダイメプリンセスも正直牝馬5歳でこれ刺してくる馬やったらこの馬怖いかなっていうのもあるし、星雲構成もねこうムラのある走りでもう全然あかんかったり、行っちゃこないなあったりとか、ようわかんない馬ですし、で何スノードラゴンまた出るんかな、これもよう展開ハマればあるやろうし、キャンベルジュニアもね力も十分持ってるし、でこの夏むちゃくちゃ強かった、成長十分また発揮できてたアレスバローズもいるし、正直もう何が来てもおかしくないんですけど、その中でも、頼むぞというのはもう今のところラブカンプになりますね。ということですんで、またイユマとかカイメとかまた発表すると思うんで、 G1 なんで、秋の、G1 初戦、一発目はどうしてもこけるわけにはいけないんで、当てに行きたいと思っているんで、よろしくお願いします。渾身の気合い入れて予想もしていくんでね、また見てもらえればいいかなと思っております。よろしくお願いします。この動画がええな思ったらグッドボタンで、あかんもでもグッドボタンで、またチャンネル登録のボタンを押しとくん、貼っとくんで、またポチッと押してもらえれば、でツイッターの方もねやってるんで、競馬 V で調べてもらえれば出てくるんでね、でブログの方もハテナブログの方でもやってるんで、競馬 V's ブログとしてやってるんで、またよろしくお願いします。コメントの方もじゃんじゃんくださいね。ではまた次の動画でお会いするまで、ブイブイさらブイ。この動画がええなって思ったら、ほんまにチャンネル登録グッドボタンコメントよろしくな。